われてマリが頭に直撃しただけですから。すみません。しかし当然の感じ、実はホスト部にぜひ取材協力をお願いできないかと思っていたところでしたね。新聞部なんてあったんだ。でもこれだけどね。通称大スポ、校内恋愛事情だとか家同士の権力構想によるクラス内分裂とか過剰に煽りまくったスキャンダル専門のゴシップ誌だよ。ペースドばっかでもう誰も読んでないけどね。確かに我々は注目を集めたいばかり、真実を見失っていました。しかしこうして廃部寸前に追い込まれて、ようやく目が覚めたんです。我々が取材し報道すべきものが何であるかに気づいたのです。お願いします。一学期最後の新聞はぜひホスト部密着取材特集号で皆様の魅力の真実に迫りたいと思っています。どうか我々に力をお貸しください。お任せください。その話お引き受けします。お断りします。今日や俺の手で彼は怪我を。あいにくですがうちの情報公開はお客様限定とさせていただいております。その怪我の治療費などはまたご相談ということで。だよな、今まで散々デタラメ書いてたとこに協力して僕らのメリットがあるとも思えないし。つうか僕ら他人に迷惑をかけるやつってあれなんだよね。自分を顧みないって恐ろしいな。そうですか、やはり過去の罪は消す。